スーサスシムスージームムズマシマホシキーケリツーヌンタイタシケンでしらしまじらんめりなりなりたりごとしりなりたりごとしりルーラルルーラルスーサスシムスージームムズマシマホシキーケリツーヌンタイタシケンでしらしまじらんめりなりなりたりごとしりルル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 よラレラレラルレレルルルルルルよラレラレラルラルルラルルレラレよラレラレラルラルルラルレラレよあ、今日予約したっけな。はなかった申し訳ない。こんばんは。みりんが10時をお知らせします。ゆりな角度すごい。そう、失恋ありがとうのハートはこっちが普通のハートで、こっちがこのハートなんです。関節柔らかい、そうかな。韓国ファンです。ガムサハムニダー、ガムサハムニダー、ユミちゃんは嬉しい、ハッピーハッピーマスクマンです。まだ振り付け覚えてるんだね。ねー、でも言うてそんなに2ヶ月前とかなので。あ、売り切れたアクリルスタンド再販してた。本当に早速チェックする。ファンオタク、私グッズ
マジ顔買った？あるって皆さん。やったね。え、浴衣のやつ買いました？ね、再販ないかと思ってた。嬉しいな。でもこれに甘えて再販あるからいいかとかなったらあれだね。ちょっと本当にニューって書いてる。なんで再販あれ？ないよ。え、どういうこと？再販だよね。え、もうないよ私のやつ。え、あ、ポスター買った、ありがとうございます。もう売り切れたの？本当に？ボタン押したら先に進む、どういうこと？ボタン押したらって。え、もうありません、もう売り切れたの？マジ本当に？なんかありがたいけど買いたかったあ、さっき買えた？本当に？もう売り切れた。わかんない、ちょっと私のやり方が悪いのかもしれない。売り切れてる？いつ再販だったの？今日再販だったの？みんなどこで再販されてるってわかるの？ニューって書いてるから。でもニューって書いてるよね全部この辺のやつ。なんでわかるの？再販があったって。さっきまであったよ。うわーちょっと出遅れた。オタクの情報もまで。あ、毎日見てるから再販ないかなって毎日見てるんだ、すごい。それでね、見てる人があるよってじゃあ拡散するのかな。あ、今日買えた人いるみたい。じゃあ前買えなかった方がいっぱい買ったのかな。そうなんだ。浴衣グッズはない味方、ありがとう。じゃあおとなしく浴衣グッズと七夕短冊チャーム買おうと。まだ大丈夫だよ、11までだってこれ。11までだって。浴衣もは12までなんだ。浴衣は12までなんだ。カウントダウン TV で26位だったの？なんで？嘘。私今見てるよ。今23位。嘘。今見てるのに。うわぁ。本当に？時を戻そう。時を戻そう。あ、SK さんだ。すごいなぁ。嬉しいね、26位上半期のランキングで。すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。26位、嬉しいね。嬉しいな、やったね。ね、嬉しいです、ありがとうございます。 AKB も後で入る。あ、 AKB さんも結構ね、6位だっけ、結構上位に入ってたから。ありがたい。あ、確かにイベントがね何もできなかった26位は。でもすごい、ありがとうございます。レピー、じゃあ5枚目は下半期1位ですかねわっしゃいわっしゃい、ね、沼の指にめっちゃ好き、ありがとうございます、嬉しい。お、ともやさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。ともやさん、タワー、くまちゃんタワー、ありがとうございます。ともやさん、わっしょいわっしょい、ありがとうございます。うん、今日はね、なんと眉毛も描いてないっていう。今日は眉毛もないです。あ、アクリルスタンドカートに入れたのにダメだった。そうなんだ。そんなに早くにね、ありがたいです。みんなアクリルスタンドで遊んでください。今日どうする、どうする、今日何歌うって遊んでください。あ、タペストリー買ったよ、ありがとうございます。タペストリー、タペストリー買う人は家にかけてるのかな、タペストリーを。あ、胸ポケットに入れて一緒に散歩するようですね。あ、なるほどね、いいですね。そういうのあるよね、よくお布団に入れたりとか。ぜひ一緒に持ち歩いてください。あの、一緒に旅してください。こうやってカチャってやってね、広島なみたいな感じで。私もあとで買おう。8月に届くんだってね、あの浴衣のやつとか楽しみね。ちゃんと夏にさ届くの嬉しいね。あ、ポケットからいいね、素敵。あ、七夕短冊ちゃんもいつ届くんだろう。締め切りが11までだったから、いつ届くんだ、ちょっと見てみるね。8月下旬だって。そっか、まあこうよく言えばね、やっぱり七夕だからね、7月に、まあ、もうちょっと早く売ればよかったね。こう6月とかに売り始めればよかったね。ちょっと、まあ、売ってくれるだけね、ありがたいのかもしれないけどね。七夕ね、1ヶ月過ぎちゃって、こんなこともあったな、みたいな感じになっちゃうからね。皆さん的に受注生産だから届くのが遅いのと、こう売り切れちゃうけど、まあ、届くのはちょっと早いし、しかも売り切れて買えた時の優越感とかあるじゃん。どっちがいいんだろう。限定品じゃん、売り切れるやつって。だからちょっと買いたくならない。なんか受注生産だと絶対買えちゃうから、なんかまあレア感はそのそっちよりかはないよね。受注生産は確かに期間限定だからね。どっちがいいんだろう。1、受注生産。2、受注生産じゃない。受注生産じゃないやつは逆に言えば売り切れなかったらまあ結構長い間買える。で、受注生産は約1週間逃したらもう買えないから、1週間見逃したらアウト。どっちも買えないときは買えないし、買えるときは買えるって感じですね。確かに受注生産もなんか、ね、期間限定だからレア感はね。どっちが受注生産、
受注生産ではない。どっちもまあ確かにどっちにしろ買うかでもまあなんかどっちがいいっていう、どっちがいいって選べるんだったら、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。おー、7割の方が受注生産がいいんだ。へー、じゃあこれをもし ST のスタッフさんがね、グッズのスタッフさんとかが見てたら、ぜひ参考にしてくださったら。最近 STU さ、受注生産多いよねって思わない？私めっちゃ最近、私も結構さグッズチェックして自分で買うからさ、なんか最近ここ何ヶ月かやっぱり受注生産多いよね。まあなんかね、だから受注生産ってことはまだ生産してないんだよね。だから生産する前にこうやってするのが多いだよね最近。うん、欲しい人に確実に届くの、確かにね、それはいい。在庫抱えなくていいからどっちもウィンウィン、確かにウィンウィンですね。あ、そう、8位だ。出演ありがとう、ありがとうございます。失恋、ありがとう、世界の恋のほとんどはうまくいかない、自分が勝手に夢を見て、勝手に夢から、ちょっと飛んじゃったちょっと A ダッシュに飛んじゃってましたね、今。ごめんなさい。あ、髪型ふわっと、ふわっとってすごい優しい言い方してくださってありがとうございます。ボサボサのボサコです。確かに会場とかで買うのがやっぱりなんだかんだメンバーから手渡しでもらうのが一番嬉しいですか、グッズは現場で。失恋、ありがとう、思いいけない、涙を拭いたらさよなら悲しみよ、この世界の恋のほとんどはうまくいかないないものなんだ、好きになるのは簡単だけど両思いになるのは難しい、これが運命と思い込んで死ぬの生きるのって騒いでた、
手に夢から覚めただけ、息をするのも苦しいくらい眠れぬ夜を乗り越えられた。失恋ありがとう、思えてよかった、笑顔をもう一度、今日から強くなれる、親友に相談したってどうにかなるのなことじゃない、いつしか悩んでる自分に酔っていたのかもしれない。あ、次か、私。また新しい恋をすればいい、未来の長さだけ出会いは待ってる。失恋ありがとう、強がって言わせて、さまえを向いたらゆっくり忘れよう、ララ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 、失恋ありがとう。あ、次こっちか。涙を拭いたらさよなら、悲しみよ、あ、失恋若野郎、忘れられるわけない、本当は本当は最後までも大好きだ、すごい、ミラーボールありがとうございます。めっちゃ歌えました、歌えましたありがとうございます、イエーイ。でも実は一回、あ、初めてフルサイズ聞いた。実は一回失礼ありがとう、このまさにライブライブさんかな、カウントダウン TV ライブライブさんでフル披露させてもらったことが1回だけあるんですよね。今までは AKB ショー以外ではあんまりフルで歌うことなかったんですけど、そうなんです、1回歌ったので振りがちゃんと2番まであります。そう、ライブライブね、だから STU でもねライブライブ出たいよねって思う。だろうな、私が踊れる曲、珍しく
珍しく皆さん何か私に歌ってほしい曲はありますか？なんかこういうの曲聞くのちょっと珍しいんですけど。なかなかね、もう自分で歌いたいものを歌うっていう主義っていうか、うーん、嬉しい。暗闇に痛いの水大好きな人、結晶、涙の表面張力、瀬戸内の声、ギリミファイブ、無謀、うん、無謀、あ、26位に入ったの、もう誰好き、一番気に入った曲、一番気に入った曲、まあ全部好きです。風を待つ無謀大好きな人、あ、この涙を君に注ぐ、今見てた見てた。風を待つ、やっぱり ST の曲がね多い。ありがとうございます。あ、世界に愛しかない、君はメロディ最強ツインテール、この涙よきね、よきだよね。あ、思い出せる恋をしよう。じゃあ歌いますって。せーのみたいな。もう面白い、いいね、確かにそれ一番きっと皆さん歌ってほしいと思います。でもなんか公演がね全然ないからね、明日ね千穂ちゃんのソロ公演、すごいね、全然見れないんだけど、めちゃくちゃ楽しみにして、私も手取りとかあんまり知らないんだけど、そう、機会が、明日はねちょっと行けないんですけど、私も 朝から結構夜まであるので、けど行けたらいいなって思ってます、いつかね。確かに思い出せる恋をしよう、曲の名前はどうなるんだろうね、あの無謀とか風を待つくらいの人、大好きな人そのままか。でもさ、無謀もさ、どうやって略すのって最初言われてたし、言ってたし、分かんない、思い出せる恋をしよう、だって思い出せまでだったらさあ、重恋なんかまだ違和感あるな、もしかしたら馴染むのかもしれないけど、重恋、だって思い出せまでだったら、思い出せてよかったまで、思い出せてよかった、そっか、カップリングなんだよね、そういう、どんな歌詞なんだろうね、君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない、聞いていたような言葉を懐かしさを僕は感じていた、振り全然覚えてないな、雑草の雑草。
見失う花がある、通り過ぎる人の群れは、あの日見てた夢を捨ててどこへ急ぐのかな、思い出せてよかった、僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた、ただの付き合いで言っただけなのに、花火大会に君がいたんだ、誰も気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が浮かんだ、打ち上げた五尺玉、消えるたび真っ暗で、そばの誰かさえも見えず、僕は揺れる影のようで孤独だと思う、思い出した希望は遥かあの街の風の匂い、海を見つめ語り合った未来、青春時代の友は元気だろう、ほっとしたよ出会って、僕は今だって変わってない、思い出せてよかった、僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなければ縁を忘れてきっと流されていた、じゃーん、STU48、 11月のアンクレットのカップリングなんだね、これ。11月のアンクレットのカップリング曲、思い出せてよかったでした。この曲も最初の方は割とフルで歌ってたんだけど、あ、ありがとうございます。タワーゆうくんさん、タワーありがとうございます。わっしょいわっしょい、ありがとうございます。ありがたやありがたや、ありがとうございます。そうなんです、なんだけど
なんかね、あまり最近歌うことが増えなくなったし、思い出せてよかった自体もあんまり歌わない、ね、最近歌う機会がないので歌いたいですね。あ、願いの三角記何書いたか覚えてる。笑顔いっぱいの瀬戸内って書いた。笑顔いっぱいの瀬戸内。うん、私がずっと聞いて夏だなって思った曲。あー、ワンツースリー、ワンツースリー。真冬の海は静かすぎるね。寄せる波が耳にささやくよ。今日は一人で来たの。過ぎた季節が砂に埋もれて、片方だけのビーチサンダルが色あせた恋。ライフセーバーのあの人と出会ったこのないさ。いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね。夏のキスはずっと残る。日焼けがそばかすになるように見つめ合って、ごく自然に唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡、後悔していないわ。ちゃ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 じゃん。夏のキスはずっと残る。日焼けがそばかすになるように、見つめ合って、ごく自然に唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る。鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡、後悔していないわ。じゃん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 。そばかすのキスです。この曲はね、ツアーで歌ってたんですけど、だいたいこの次は僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎてキュンとキュンしする。だからひょちゃんが一番後ろにいて、次の曲のセンターさんが、でそれをブワーって感じで終わった曲が、それかチェレチェ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 
チュレシチュ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 好きすぎて好きすぎて好きすぎてってやってました。ありがとうございます。へへへへ。な感じでね、本当に公演不足でも、これからね公演があるので今月はすごく楽しみです。楽しみ。そろそろ終わらないとだな。明日はちょっと配信ができそうにないかもしれないのですよね。申し訳ないです。まあ、でも一生懸命毎日頑張ります。毎日頑張ります。ね、踊らないと忘れちゃう。めっちゃ忘れちゃう。あと1曲ぐらい歌えるかな。好きな、最近よく聞くあいつを、どこだっけな、前の方かな。途中からなんですけど、これ切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに。まあ、ちょっと消えちゃった。消えのにまぶたとしてもここに僕しかいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても I wanna see you againただ会いたくて、それが恋と気づいた今更。あーやがて風が吹いてくるまでMiss you 僕は桟橋に立って君を待っていよう。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても I wanna see you again ただ会いたくて、それが恋と気づいた今更。えい、風を待つでした。ありがとうございます。続いてる、ね、そう、ちょっ
験的にね、48グループぐらいしかですよね。いっぱい入ってるけど、名曲ぞろいね。ありがたいよね。夏だね。あ、音が出ちゃう、音が出ちゃう。なんで音が出たんだろう今。踊れればいいのに。夏。私夕日を見ているかな、前も言ったんだけど、あのねサビの、そう、ここが好きなんだよね。ダダ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 ダ帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ。楽しいことが聞いちゃう。いい曲、明日で楽しんで。心配をかけたくなくて無理に微笑み嘘いくつい, てい, い, だけ、いい曲ですよね。聴いちゃうね、聴いちゃう。仕事の何か、幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、Yes。 それに今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてることを。そう、短絡感でね、あ、めっちゃちょっと歌うと汗かいちゃうんだよね。私代謝がいいので。TGC のイメージで歌ってたイメージですね。パパチッ、ありがとうございます。そう、代謝がいいんです、すごく。あとはね、クーラーつけてなくてね、窓を閉めてるので。懐かしいね。なんだし、それエアコンつけてないんですよ。
さあね、つけたいですね。そうそう、出てこなかったな。そんなこんなで、あ、サーコンはね、いやもうまあ、じゃあここで時々こうやってうーってやるのでね、うーってなりましょう。ありがとうございます。じゃあちょっともうそろそろお時間なので13位杉谷さん、ありがとうございます。12位ちまささん、ありがとうございます。11位遠藤さん、ゆめりん、大大大大大大好き、ありがとうございます。変わった。13位はしけんさん、ありがとうございます。12位ちまささん、ありがとうございます。11位遠藤さん、ゆめりん、大大大大大好き、ありがとうございます。10位それもくきんさん、わあ、ありがとうございます。9位りきやさん、ありがとうございます。8位すぎやんさん、ありがとうございます。7位はるみんさん、滝乃夢子、神押し、おおおおっていつものことだけどありがとうございます。6位やきんださん、ゆめりん、ちゅうちょ不足中、ありがとうございます。5位がやぐぺこさん、ありがとうございます。4位ラ行変革活用おじさん、おありよりはべりまそかりおじさんですね、ありがとうございます。な変でもいいですよ、な行変革でもいいですよ、死ぬ犬おじさんでもいいですよ、ありがとうございます。3位がバンダナくんさん、7月6日誕生日、あ今日か、おめでとうございます。ハッピーバースデー for youおめでとうございます、ありがとうございます。2位がたまやさん、ありがとうございました、もありがとうございました。そして第1位がゆうくんさん、5枚目シングル楽しみ、ありがとうございます。フェス楽しみにしててください、ありがとうございます。そしてですね、私がちょっとね、なんか別に全然大したことじゃないんですけど、あの私今までこうタワーしかねお名前を呼ばないかったんですよ。やっぱりねこうやってギフトいただくのはすごくもちろんありがたいし、一つ一つ読みたいんですけど、やっぱり全部読んでしまうとありがたいことで、それで配信が終わっちゃうわーとかなったらあれなので、お読みしてなかったんですよ。でもそう、あのですね、となんて言うんだろうな、まあランキングに入ってない方でもタワーじゃないギフトをねくださってる方もいらっしゃるので、まあ今まで通り全部は読めませんが、最後にズダダダダダダダってズダダ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 ダの名前を読むっていう、なんか別に多分皆さんからしたらちょっとどうでもいいかもしれないんですけど、なんかそう、その13位以外でもこう何位のこだ自分のね、あのなんかオーディション番号のとか読んでるメンバーがいたりとか、そうなんか当たった人は明日一日ラッキーみたいな感じで最後にランキング読んだ後か前かに、なんかそうできたらいいなと思ってます。だから本当にデデデデデピなので、もしかしたらこうタワーをめっちゃ投げてくれてる人の間にこうハートのギフトくださった方がいて、その方にパッてやったったら、もちろんその方が明日いいことあるでしょうですし、っていうのをそう一日の終わりに運試しみたいな感じでできたらいいなって思ってるのを考えましたそれでは明日のラッキーガール、ラッキーボーイは、
ちょっと、よし、でで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 、上に遡り下にね、これあんまり前すぎると寝ててこないんだよね。でで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 、ディン、あ、教えてなかった。でででででじゃん、あ、ちょっとあれだな、てん、あ、のりへくすさん、明日いいことがあるでしょう、イエーイってな感じです。はい、それでは皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございました。あ、ブログを今日更新したのでぜひよかったら見てってください。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん、七夕も一日頑張りゆみりん、おやすみなさい、バイバーイ。